こんにちは、イーズミです。今日のテーマは、原子核の崩壊と半減期について見ていきましょう。まずはえ、放射線と放射能という言葉について見ていきたいと思います。まあ、この二つの言葉はね、聞いたことあるっていう人も、えーまあ、たくさんいるというか、みんな聞いたことありますよね。えー、放射線と放射能は、まあ、違いですよね。 原子,原子の中には原子核が不安定であるために自ら放射線を出して別の原子に変わっていくものがあります。で、えー、このような放射線を出す性質、これを放射能と言います。まあ、脳って書いてあるんで、能力の脳だと思ってくださいで。放射能を持つ元素を放射性元素と言います。まあ、結構ね、あの、前に、最近は あの、みんなね、あの、報道とかでも正しく言葉が使われていたりしますけども、放射能を出すみたいなね、表現が結構新聞とかでもあったりして、放射能を出すってなんだよっていうことが結構あったんですよね。放射能ってのはまあ能力なので、放射線を出しているということですね。で、 放射性元素の原子核が放射線を出して別の原子核に変化することを放射性崩壊または崩壊というふうに言います。なので今日のテーマである崩壊というのはえまさにこれですね。放射性元素の原子核が放射線を出して別の原子核に変化しているっていう様子を見ていきたいと思います。まず、崩壊というのは3種類あって え一つ目、アルファ崩壊というのがありますえ。アルファ崩壊は原子核があって、この崩壊が起きると、アルファ線というものを出します。で、まあ、当時はね、発見した当時はアルファ線が何なのかわかんなかったわけですけども、今では正体が分かっていて、4に、質量数4のヘリウム原子核というふうになっています。 なので、アルファ崩壊が起こるときの反応式というのは、このように書くことができます。ね、X の元素で。質量数が A。そして原子番号が Z だったとします。そうすると、それがアルファ崩壊を起こして、このように元素が変わってしまいます。で、まあ、要は陽子と中性子2個ずつを外に出したということなので、質量数は全部で4つ。 原子番号は2つ減少することになります。そして次にベータ崩壊ですね。ベータ崩壊も原子核からベータ線が出るというふうに、こういう崩壊のことを指しています。ベータ線は電子のことで、これはですね、原子から電子が出ているわけではなく、原子核から電子が出ているので不思議だなという話ですね。 で中には陽子と中性子があってえ、逆に言うと陽子と中性子しかなかったはずなのに電子が出てくるとえ。中では何が起こっているかというと、実は中性子が陽子と電子に分かれるという反応が起こっているわけですね。ただ、正確にはえ、このようにね、電子、あ、ごめんなさい、反電子ニュートリノというのが出されています。 ま、ここまで考えなくてもいいかなと思いますけども、一応式としてはこのようになっています。で、えー、元素。元々の元素が X で、質量数が A。そして、原子番号が Z だったとすると、このように β 崩壊が起こったとき、また元素が変わります。で、えー、中性子が陽子と、 それから、電子に変わると。いうふうな反応が起こっているので、まあ本当はね、反電子ニュートリンも入ってますが、一応それはちょっと置いといて、このように変わるので、陽子が一つ増えるということですね。で、中性子が一個減るわけですけども、陽子と中性子の和である質量数はそのままになります。でただ、陽子が増えてしまったので、原子番号は一つ増える。というような反応になるわけですね。 で、三つ目、ガンマ崩壊です。え、ガンマ崩壊も同じようにガンマ線が出ますよということなんですが、え、実はこのガンマ線、正体は電磁波になっています。で、反応式はというと、このようなね、反応式で書くことができて、結局、何かね、陽子とか中性子がポーンと外に出たわけではないので、え、結局、元素は変わりません。質量数も原子番号も変わらない。 で、まあ、ガンマ線が出てますよえ。これによって何が変わってるかっていうと、実は原子核のエネルギーが変わってるわけね。え外に電磁波を出すことによって、エネルギーがこう低くなっているというような反応になっています。はい。で、崩壊をまとめると、このようにアルファ崩壊、ベータ崩壊、ガンマ崩壊。で、え出している放射線に関しては、それぞれアルファ線、ベータ線、ガンマ線と名前がついています。 で、それぞれの正体が、質量数4のヘリウム原子核、電子、電磁波というふうになっています。ちなみに、アルファ線、ベータ線、この2つに関しては、なんだかね、えー、ヘリウムが出てますよとか、電子が出てますよっていう、まあ、馴染みがあるようなね、えー、ものになってますけども、実際にはこれかなり高速でピューンって飛び出してくるので、かなり危険だっていうのは知っておいてください。で、透過力に関しては、 ガンマ線の方が大きくなります。ね。えー、まあ、この中でいくと、私の中ではね、大きさとしては大中小って感じなんで、小さいものの方が突き抜ける力が強いよということですね。えー、それから電離作用。ね。えー、電離させる力というのは、えー、アルファ崩壊。あ、ごめんなさい。アルファ線の方が大きいですよ。ということで、まあ、大きいものが当たった方が影響力は大きそうですよね。 なので、アルファ線の方が電離作用は、えー、大きくなります。こんな風に、透過力、電離作用も合わせて知っておいてください。はい。えそして、半減期ですねえ。放射性原子核は時間とともにだんだん少な、えー、少なくなっていきますえ。元の数の半分になる時間、これを半減期という風に言っています。 ということで、これをグラフにしてみると、半減期 t。t に関しては、問題によってね、年であったりとか日数であったりとか、単位は結構様々あるので、単位はね、あまり秒は使わないですね。秒は使わず、年とか日数で表されることがほとんどです。で、元々の数が n0 だったとしますね。 そして半減期 t だけ時間が経ったとすると、これは元の数の半分になりますよという意味なんで、2分の 1n0 という風になります。で、さらに t だけ時間経ったとすると、その半分ということで、元の数の4分の1になっています。で、さらに 3t。 という風になれば、さらに半分で、8分の 1n0 と、いうふうに書くことができます。なので、グラフの形は、こんな感じですね。こういうグラフになります。これを関数で表してあげると、えー、このように書くことができますね。で、 気をつけなきゃいけないこととして、この n が何を表しているのかっていうのをちゃんと押さえておいてください。これは、崩壊せずに、残っている原子核の数です。 崩壊した方なのか、崩壊せずに残ってる方なのか、結構曖昧な人がいますから、残っている方なんだなっていうのを知っておいてください。なので、逆に問題で崩壊した数について聞かれることもあるので、崩壊した数に関しては、半減期 t だけ時間が経てば、もちろんこれ半分なんで2分の 1n0 でいいんですけども、 そこから、半減期の2倍時間が経ったら、4分の 3N0 が崩壊し、そして 3T だけ時間が経つと、今度は8分の 7N0 が崩壊したというふうに考えられます、ね。どちらについて聞かれているのか、よく問題を読むようにしましょう。 えそして、放射線に関しては、えこんな風にね、いろんな単位が与えられています。え放射能の強さに関しては、ベクレルという単位が使われていますねえ。単位時間に崩壊する原子核の数と。なので、60ベクレルって書いてあったら、1秒間に60個の原子核が崩壊していますよという意味になります。え次に、吸収線量がグレイになりますね。 単位質量あたりに吸収されるエネルギーのことです。で、透過線量シーベルト。シーベルトは聞いたことある人多いんじゃないですかね。吸収線量に放射線の種類による係数を乗じたもの。そして実行線量シーベルトですね。透過線量を人体の組織や臓器ごとの影響の違いまで考慮して足し合わせたものということで、シーベルトに関してはそこまでね、 えー、すごく、えー、なんていうかな、深く聞かれることはないです。えー、とにかく、えー、まあ、何ミリシーベルトってよく言いますけどもね、えー、どれぐらいの、えー、放射線を浴びたとき、人体にね、どれぐらいの影響があるかっていうような、まあ、一応そういう知識としてね、知っておいてほしいなと思います。ただ、まあ、年間でもね、え、かなりの量浴びているので、 えー、全く浴びてないっていう状況はまずはないんだなっていうのは知っておいてください。はい。ということで、えー、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで成績が上がると思います。 また頑張っていきましょう。